明日は台風の北上に伴い秋雨前線も北上してきます。このため東日本から西日本は雲が広がりやすく、西日本では活発な雨雲がかかるところもありそうです。さて、このすっきりしない天気、今週末にかけて続きそうです。ではこの先3連休のお天気です。6日土曜日です。台風25号の影響で西日本を中心に荒れた天気となりそうです。また前線のかかっている東北北部でも雨具があると安心です。そして7日日曜日です。台風は現段階では北日本を通過する見込みで、北日本では荒れた天気になる恐れがあります。また全国的に雲が広がりやすく、雨具があると安心でしょう。そして8日月曜日、体育の日です。この日になると天気は回復してきます。西日本から日差しが出てきて晴れて気温も高くなる予想です。ではこの先の全国の天気です。沖縄は5日にかけて荒れた天気となりそうです。警戒が必要です。また九州から東海も日曜日にかけてはすっきりしない天気が続き、また台風25号の影響もあって荒れた天気になるところありそうです。そして東京ですが、週末にかけては気温30度近くまで上がる予想です。気温暑くなりますから、まだ半袖があると安心でしょう。そして北日本ですが、日曜日を中心に台風25号の影響で荒れた天気になる恐れがありそうです。